カンボジアをつないでみたいと思います。行ってみましょう。海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はインドシナ半島の南部に位置するカンボジア王国。急速な経済成長の真っ只中にあり、新たなビジネスチャンスにあふれている首都プノンペンで、何の経験もないところからオーダーメイドのシャツのブランドを立ち上げた日本人がいます。メイドインカンボジアでもハイクオリティがあるんだっていうのを発信していかないと。製造工程は全てカンボジア人による手作業。暗中模索の中ブランド経営を始めた彼ですが、かつて病で生死の境をさまよったことがありました。そんな息子を心配する両親は、病気になった時は一生見てこねって思ったんですけれど、やれることがやれて言ってくれればそれでも。初めて自分の死に直面し、人生の在り方を考え直した彼。10年後20年後に自分が自分として生きたっていうことをちゃんと言えるのかなっていうふうに思って、本当に自分らしい人生を全うしたい。大好きになったカンボジアで奮闘する息子へ両親が届ける思いとは。君の選んだ道を、お願いします。山口です。どうもお世話になります。お世話になります。お世話になります。お邪魔します。息子さんのゆうすけさんが、はい、カンボジアでシャツのブランドを経営なさってるってことですけども、これ日本でシャツを作るとかそういうお仕事っていうのはなさってたんですか？まあ、全くしてないですね。あ、全く、はい、じゃあそのシャツ作りの知識とかっていうのも別に日本ではなくて、ないですね。はい、まあ、どういうちょっとご縁かは分からんですけど、親としては、まあ、そういうシャツにまあ縁があったという。そうですか。はい、でそれからまあ私の家内も来てますけど、これまあサンプルでですね、あの作ってちょっとこれ着てみてとかですね。え、なんていうブランドなんですか？水上ですね。水上、はい。いや、めっちゃいいじゃないですか。へえ、どうですか、お父さんお母さん的にはその心配な点とか気になる部分っていうのは。店会社がですね、はい、まあ、うまくいくかなという。まあ、うん、ご家族はゆきさんは、今あの、まあ、日本人、はい、あの女性の方ですけど、はい、一応、まあ、あの結婚入籍がちょっとまだそれはあのちゃんとしたという報告はまだもうちょっと待ってくださいということですので、あのないですけれど、でもそういう時に来てるという、はい、ちょうどそういうタイミングなわけですね。わ、はいはいはい、かりました。じゃあ見てみましょうかね。はい、よいしょ、ゆうすけさん、カンボジアです。カンボジアでオーダーメイドシャツのブランドを経営するゆうすけさんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ4700キロ、8時間。目覚ましい経済発展の途上にあり、急速に近代化が進む首都プノンペン。今世界中から投資が行われ、新たなビジネスチャンスがあふれています。町の中心部にあるゆうすけさんの店。地図を頼りに向かってみると、お世辞にも商売に向いているとは言えない路地の奥へとたどり着きました。あれちゃいます。こんにちは。あ、浅田さんですか。はじめまして、グッド地球便です。日本からやってきました。はい、ウェルカムトゥカンボジア。でもすごい、めちゃくちゃ中はおしゃれですね。いや、まだまだです。まあ、費用が限られているので、はい、もう手作り感満載で。ゆうすけさんのブランド水上、今年の2月、家賃の安い路地裏に初めて自分の店を構えたばかりです。いいですね。ブランドの顔ともいえるのが、オーダーメイドで仕立てる個性的なシャツ。値段はまず29、カンボジアで販売価格は29ドルから29ドル、はい、からです。29ドルめちゃめちゃ安いじゃないですか、日本の価格で言ったら。はい、まあ、ただカンボジア人の方々にとってはまだまだ
ちょっと高い値段になってしまってるかなとは思います。カンボジア人の月収は1万円程度。顧客は今のところ駐在員や現地に住む日本人、観光でやってきた欧米人がほとんどというのが現状です。水上が提供するシャツにはユウスケさんのこだわりが。それは袖口や襟の裏にアクセントとして使われているカラフルな生地。そうですね、そこはでもいいよな、そこは目いくもな、ちゃんと。カンボジアの伝統的な布で、はい、クロマーっていうものがありまして、はい、日本でいうと風呂敷みたいなものなんですよ、はいはいはい、なのでこれもクロマー。あ、そこの、ここの部分がですか。はい、こことか、あとこの襟の裏側とかにクロマーを入れたりとか。シャツに限らず水上の商品には必ずどこかにクロマーの生地を使うのがユウスケさんのこだわり。ただ現代の若者たちはクロマーイコールちょっとダサいというか、うん、オールドファッションだみたいな、うん、だからそれをちょっと変えていきたいというのと、うん、やはり文化を、まあ、外国人ながらに文化を継承していけるものが何かできないかなと思いまして、うん、素敵な考え。水上のシャツはフルオーダーメイド。体の寸法を測って100種類以上もあるサンプルから好みの生地を選ぶと、店内にいる2人の仕立て係が1枚1枚縫い上げていきます。生地だけでなくボタンの色やクロマーの柄など細かいところまで全てオーダーできるそうです。ソムタウプサプサオリンピック。バイクタクシーを捕まえたユウスケさんは生地の仕入れ。やってきたのはこちらのオリンピックマーケット。建物の中には100を超える繊維問屋がひしめき合っていました。世界中から集められたおびただしい種類の生地が手に入るため、カンボジア全土から仕立て屋が集まり生地を仕入れていくのです。これすごいね。プノンペンでは一つの通りに必ず一軒はあると言われるほどたくさんの仕立て屋があります。既製服の文化がそれほど浸透していないこともあり、オーダーメイドで服を作るのは特別なことではないのです。スーサイボンプロ。 Yes. How are you? I'm good, I'm good. You? Yeah. ここはユウスケさんがいつも仕入れに通っている馴染みの問屋さん。Okay. ここが一番多分大きくて、うん、ここからいろいろ生地を他のテーラーさんにも卸してる、うん、でみんなここに買いに行って、うん、で作るみたいな感じです。なんでプノンペンにはこんなにいっぱいテーラーがあるんですか？ The tailor service is easy to learn, you know. Very easy to learn. And so the Cambodian people, they think that they easy to learn, easy to get money. なのでいいテーラーを見つける、あるいはいいこういう生地屋さんを見つけるっていうのが、そういう関係性を作っていくのが一番重要であり一番難しいところです。ユウスケさんがカンボジアに移住してきたのは5年前。それまでは普通のサラリーマン生活を送っていました。しかし26歳の時突如脳内出血を起こし入院。脳に先天的な異常が見つかったのです。初めて直面した自らの死。ユウスケさんは病床でこれからの人生を考え直しました。病院のベッドの中で今後どうしようかな、このまま仕事をまた復帰しても日本的に言えば楽しい生活ではあるんですけど、でもそれって果たして10年後20年後に自分が自分として生きたっていうことをちゃんと言えるのかなっていうふうに思って、でカンボジアに行けばなんかこんな僕でももしかしたら何か一緒にできるんじゃないのかなっていう思いがあって。頭に浮かんだのは学生時代に訪れて大好きになった国カンボジアでした。アパレル業界の知識はもちろん経営に関しても全くの素人でしたが、日本人のセンスとカンボジアの仕立ての技術を掛け合わせれば何か新しい価値が生まれるのではないかと考え猛勉強。サラリーマン時代に貯めたお金を元手に店をオープンしたのです。やっぱ自国のプライドをもっと持ってくれたらいいなという。カンボジア人自体はやっぱメイドインカンボジアに対してあんまプラスなイメージを持ってない人が多くてですね。なんでですか？やっぱ低クオリティ低価格みたいな。
なのでそのイメージを、まあ、水上が少しでも変えれたらなって、メイドインカンボジアでもハイクオリティはあるんだっていうのを発信していかないといけないなと。そうだ、スーツだい、スーツだい。こちらはカバンをはじめ水上の小物類の縫製を頼んでいる仕立て屋。カンボジアでの製品作りは一つ一つ手作業が基本。何のつてもなかったユウスケさん、満足できる仕立て屋を見つけるまでは苦労の連続だったといいます。 Alright. OK, OK. あとここに穴が開いてて、これ穴開いてるからもう一回作り直してよって言ったら、いやここは来たらこうなるから見えないでしょ、見えないから問題ないじゃんって言われて、オッパネハ、カンボジア語で問題ないって言うんですけど、オッパネハ、オッパネハみたいに、いやいやいや、そこでオッパネハって言っちゃったら、それでやめていくところが多いんですよ。あのテーラーさん、縫う方も服の方とかもその厳しいのが嫌だから、もううちはちょっと水上のオーダーは受けたくないわっていうところも何度か経験をしてて、セラティニーミャンパネハ、So we cannot sell this one. まあもちろん作ってくれたからにはもちろんちゃんとそれに対した対価は支払いますけど、だからこそ責任が生まれるっていう。でもだから儲からないですよね。縫い上がったカバンを手にユウスケさんがやってきたのは一軒の町工場。何やら大量の T シャツが並べられています。なんじゃここ。ここで行われているのはシルクスクリーンによるプリント作業。ここでもやはり全ての工程が手作業です。すごいなこれ。もういいジョントブーアーに本体ジョンソーセーチモアプニュー。早速作業開始。素早くロゴをプリントしていきますが、全てが目分量。うん、だたまにずれたりも、そうですね、もうそれも味として、うん、まあ、やっていくしかないというか、うん、まあ、なので良くも悪くも水上の商品は全部ほぼほぼ手作業、ボタンつけるのも手作業だし、工業化が進んだ先進国の製品には出せないカンボジア製品の味。とはいえ一つ一つ人が手作業するがゆえのトラブルも少なくありません。We did not add a fabric pieces on the paper so that we can avoid the problem because we cannot get back the time we already cut the fabric we already there はいはい、トラブルが発生していましたね。A と B というお客さんがいらっしゃって、で A のお客さんは紺色でもコットンの生地をご注文されてて、で B のお客さんは紺色でもあのポリエステルの方の生地をオーダーされてて、ムーこのテーラーのこの方がそこに置いてあった生地を見てそれだという勘違いで、それでシャツ、はあ、入れ替わっちゃって、でもうシャツができて、でロゴもつけてボタンもつけて、で今最終確認をしてたらそもそも生地が違うじゃないかっていう。うん、Have to make one more time. トブモイドンティエ。カッター。このナットイトイ。どうやろうかな。結局生地をもう一度仕入れて作り直すことに。儲けはすべて消えてしまいました。OK? ニョニン、ニョニンスレイサーチ。スタッフがミスをするのは経営者である自分のマネジメントが悪いから。ユウスケさんはそう言いました。ユウスケさん、自ら記事を買い直しに行きます。お金の面で考えれば
水上という、まあ、水上からは僕のお給料はほぼないに等しい状況で、うんまあ、スタッフの給料とか、うん、あとまあ家賃とかあと原材料費で、うんまあ、それでまあトントンぐらいには慣れてるんですよ、うんうん、で販売をまあ拡大するのかあるいはもう少し違う路線を考えていくのかとかを今考えてながら日々瞑想してる感じです。少しでも売り上げを伸ばすため、ユースケさんはアンコールワット観光の拠点となるシェムリアップにこの9月早くも2号店をオープンしました。世界中から観光客がやってくるシェムリアップのナイトマーケット、その一角にオープンしたばかりの水上2号店があります。あれです、アンコールナイトマーケットの中の隅の奥に。2号店ではオーダーメイドは行わず、主にカバンや財布などを販売。多くの観光客の目に留まるこの場所で水上というブランドの認知度アップを狙っています。5月から10月頃が雨季になってしまうので、うん そうだよね、その時期はなかなかお客さんが入らずにちょっと苦しい時期もね、はい、なので今から期待です。カンボジアでのビジネスはまだまだ手探りのようです。4人兄弟の長男として生まれたユースケさん、お父さんはアルミ製品の輸出販売をする会社を営んでおり、小さい頃からゆくゆくは会社の社長にと大切に育てられました。しかし20歳の時アメリカ同時多発テロの影響を受け会社が倒産、人生が一変したのです。なんか人間って怖いなって思いましたね。なんか今までずっと父親のことを慕ってた方が急に手のひら返しの対応したりとか、そういうのを、まあ、間近でというか見聞きしたので、その人間関係のギスギスに自分も疲れてたりとか、あとなんか暗い人間の裏の側面を見たりとかっていうのもあったので、なのでよりカンボジアに来た時にその人間の純粋な笑顔というかっていうのにすごい惹かれた自分がいますね、はい。家業を継ぐ道を断たれたユースケさんが目を向けたのが海外。バックパッカーとして何カ国も旅をしました。そして初めて訪れたカンボジアでこの国が大好きになる一つの出会いがあったのです。初めて訪れたカンボジアでこの国が大好きになる一つの出会いがあったというユースケさん。ノッタイチって、ユースケ、めっちゃ喜んでるんだ。遺跡の前で土産物屋を営んでいる家族と久しぶりの再会です。14年前この地をふらりと訪れたユースケさん、買い物をするでもなく子供たちと遊んでいるうちにどんどん仲良くなり、いつの間にか家に泊めてもらうまでになったといいます。その後も家族との付き合いは続き、かつてユースケさんを癒してくれた笑顔の少女が一人の女性に成長するまでになりました。その時シムリアップに本当は3日か4日しかいるつもりなかったんですけど、この家族に出会ってから1週間ぐらいいることになり、でまたカンボジアに戻りたいなって思う大きな理由ですね。いやーすごいこう優しい素敵な方だなと思いましたが、お父さんいかがでしたか、ご覧になって。いろいろ苦労してね、頑張っとるなということを受けましたけど、はい、日本で病気をして、はい、この先はもう本当にどうなるんだろうっていうあの子の中の思いもあったし、私たちもそういう思いはありましたので、そういう幸せがあの子の中にあったんだなと思って、本当にカンボジアの人たちに感謝したいなと思います。もう一つそのきっかけとなったっておっしゃってたのが、そのお父さんの
会社の、はい、ね、それもお父さん心あったと思うんですけども、はい、それやっぱりユースケさんそのぐらいの距離でやっぱご覧になってたんですか、そのお父さんの会社のその様子とかも。まあ、あの会社もまあ歩いて5分ぐらいのとこでしたし、はい、まあ、人いろんな人が来ますよね、はい、まあ、私もまああまり子供には言わないようにしてましたけど、まあ、なんかそういうのがあの伝わったように思いますし、そうなんですね、はい、そういうのを見ててやっぱりその経営することであったりとか、そのやっぱユースケさんなりに思うとこあったんでしょうね。そうですね、わかりました。